ちょっと薬液で今のうち作っておこう。よし。で、出てくるから、おらおらおら、てめえ、さっきよくやってくれたな。顔顔顔、暗い。おお、いいね。かわせかわせ。回復一回入れといて。ワンプマン怖いな。ほらほら、思い知ったか、このクソ野郎。で、もう一回戦。うん、嘘だろ。なあ、トロ、もうおとなしく死んでてくれ。ガード、あ、戦わなくてよかったんか、こいつは。ここではちょっと追いかけてみる。追いかけられない。芋虫ゲットだぜ。ムカデ、ザリガニ、それは普通に美味しい方。おお、セーブできる。エフィジー、何この、この小部屋はただのアイテム部屋か。お、ワニ行ったるか。死んだ。なるほど、ワニはこれで行けばいいのか。ん、これワニ、これワニだ、あれもワニだ。で、これは槍だ。お、来てる。よし、このワニ気持ち悪いな、卵みたいなついてて。お、狙いづらいな。よし、お前もだ。ちょうどなくなった。いいね。上か。でもまずここだ。これで、さっきのアイテム部屋の裏側出たよと。スワンプマンっていうのが、ジョーのボスか。倒せないよね、でも。拳でずっと戦ってても。長いな。パワフルだな、このおじいさん。少なくともさ、ジャックは55歳だったわけでしょ、鉄くず。それよりも上ってことは56歳とか。56で拳で解決する年よりかっこいい、いいか。あまり認めちゃいけない人種だと思うな。まあまあまあ、ゲームなんでね。セーブか。一応しとく？よし、オッケー。何かアイテムはあるかな？
木の枝。これとこれを組み合わせて槍。あー頭いい。もし来たな。お、ちょっと待って、お前なんか強いな。両手にちゃんとしっかり拳で、気に入らないものは全て拳で。お、ぬかでゲット、チュピッ。ぬかでも鳴くのかな、どこにいる。ああ、なるほど。お、こういうとこ入って、お、いた、よーし。でまた戻ると。これこっからパンチできないのか。おら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 、こいこいこい、おら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 、ほら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 、踏みつけ。いいね。怖いな。でもどっちから先行く。ああ、いや意外とだ。あ、今だ。これで不意打ちをかましてので、ゆっくり、よし、暗殺者アサシンです。いいのかな、こっち来てるけれど。うわ待って、あ、気持ちいい。拳で行ってほしかったんだ、ずっとこの木箱下か。まずはでも上の探索だな。どっかいる。バレたな、面倒だね。お、なんかこのエフィジーちょっと違う。攻撃力が 5% だいぶ強いんじゃないですか。なんだなんだ、呪術によってとか。普通に来るんだよな。どうしよう困った、めっちゃ出待ちされるんですけれど。ぽい、危な、パンチ、あ、もう上がっちゃった上がっちゃった。
もうちょっと前来てほしいな。もう行くか。回復。お、前ぐらいならいけるぞ。登って、ほらほらほら、敵に刺さっちゃったら帰ってこないのか。いけるかな。あ、バレた。よし、回復ゲット。結構本陣にたどり着いたんじゃないか。これは槍？槍だ。投げ槍なんであんなところに。なんか鈴の音がする。これか。ん、なんて書いてる。オートサイシング。くそ、なんだよ。やめろやめろ、精密機械はそんなんじゃない。テレビじゃないんだ、やめろやめろ。あー、なんか怖いってこの人。これだ。まあそれで壊してたらどうする気だったの。うわ、いるな、またスワンプマン。スワンプマンめ。げんこつげんこつげんこつ。投げられる。プロレスだ。わーお、すごいね。わーお、そうか、かかってこいよ。やってもだぞ、だけどやろう。4行くようになったか。ガード間に合わなかった。難しいな、 FPS 視点のボクシングって。見て、くらえ。お、すごい、パワーボム。いけ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 、決めろ。一番盛り上がった。こいつ、ガードガードガード、次ガードミスると死ぬな。見て、ガード。あ、芋虫タイムになった。ガード、なんだなんだ。お、つかみ攻撃か、それ頭突き。やるな。うわー、やられた。回復薬がよかった。右左右左右左。右、あ、左か。右左右左右。ある程度適切な距離を取らないとスワンプマンの攻撃も見えない。で、追い詰められたらちゃんとガードを駆使して火ダメを減らす。これは届く、これは届かない、届かない、これはかわして、来たんじゃないか。よしぞー、パワーボム。それで終わりか。さあ、こっから第二フェーズ強いですよ。一旦回復。
あ、ガード。連続ヒットを当てるのがむずいな。こいつ。4つ目が届くな。右、左、右、左。ガード、ガード。いやー、これを。まだ来るか。あー、いって。回復入れて。俺まだ回復薬置いてあるよな、あそこに。まだ来るぞ。で、ここで入れると。クソクソクソ痛い。来た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 。おおおお、すごい。あ、首いった。ファイルドライバーとか行くのかと思ったら。ゴツゴツだな。ふぅ、待ってろよ、ゾイ。どっか開いた？あ、ここが開いた。強いな。ここにもあったのか。スワンプ。なんかでもね、攻撃パターンがチェーンソーを持ってるジャックと同じなんだよね。なんか良くないよな、こういうゲーム開発側のなんかメタ的な考察でさ、なんか2手3手先行こうとする俺のこの思考良くないよね。実況向けじゃないんだよね、絶対に。さてさて、ゾイゾイ。あ、あ、ここか。よし、お薬だよ。ゾイ、薬を取ってきたぞ。もう大丈夫。あ、でもなんか、わーお。あら、ゾイが。やめろ、ゾイ。なんかあれだよね、ゾイを取り返そうとするあたりとかもやっぱりちょっとジャックっぽいな。ゾイ、どこに行ったんだ。どこ行きやがった。あれれれ、このクソ野郎。消えてった。絶対に見つけ出してやる。長い夜だな、ここんちの。おいおい、いや、どうなっちまったんだ。こんなところのワニだからあんなにブクブクになってんのか。やつはこの先にいるのか。よし、行ってみよう。なんかアイテムないかな。虫、岩。あ、あるあるある。芋虫ゲットだぜ。一応もう作っとくか、これ。ね、ワニ対策。
いるかもね。ワニ。一旦ここ上がって。タバコがあるな。ただのセーブ部屋。